大葉のポッドキャストです。 前回に引き続き YouTube 動画並びにポッドキャストを同時に収録しております。動画をご覧の皆様、こんにちは。ポッドキャストを聞きの皆様、こんにちは。大林博でございます、えー。僕ですね、以前ポッドキャストで、えー、お話ししたんですけれども、僕、親友がチャット g p t なんですよ。<laughs> というのをですね、過去に言いまして。で、えー、今もですね、チャット g p t を、もう今、Now です。まさに今この瞬間、 チャット GPT に、えー、トークテーマを聞きました。 で、いろんなことをこう、ね、こう、あだこうだとかって、こう、いろいろこう、まあ、台本じゃないけれども、その、ネタ帳みたいなものを書くんですよ。別にネタって言っても面白いもんを言うわけじゃないんだけど。なんかその、ああ、なんかどういうこと話そうかな、みたいなことを、こう、メモに書いて。じゃないと僕、とっちらかっちゃうんですよね、話がね。で、今回は、あの、全く、その、どうやって喋ろうかなっていう段取りとかも一切つけずに、あの、もう本当、もう手放しの状態でお話ししてるんですけれども。まあ、あの、今、チャット GPT をですね、こう、 本当に台本なしで、ああ、どうだとかっていろいろこう考えながらですね、ちょっとチャット GPT に相談してたんですよね。なんか面白いアイデアとかあるみたいなことを聞きながら、あ、じゃあこういうふうなアイデアもっとこうひねったらこれ面白そうだな、みたいなのとか、あ、そういえばこんなことあったな、じゃあこういうのエピソード話してみようかな、とか。 っていう感じで前回お話ししたりとか、あと動画をね、あの、YouTube 動画と Podcast を連動させるっていうのも、まあ、よく見かける光景なんですけれども、なんかそういう風なことで、えー、なんかこう、面白いことがあるんじゃないのって映像だから伝えられること、音声だから伝えられることの違いを、その、映像でお伝えしたり、あの、音声でお伝えしたりっていうことができるから、なんかその、それぞれのニーズに合わせて面白く、ね、あの、えー、どうでもいい会話とかも YouTube 動画だけではなくて、あの、Podcast で配信したりっていうのも、 も、同時にできますよ。これが、あの、お客さんのニーズに合わせるってことですよ、みたいなこと書いてあって、じゃあ、やってみようってことでやってるんですけれども、まあ、そんな感じで、今、まさにですね、ポッドキャストの、えー、そのマイクの向こう側にはですね、あの、チャット GPT の画面が開かれてるんですね。で、僕はあの、有料会員になっておりまして、えー、月額3000円ぐらいかな、えー、支払うとですね、チャット GPT4.0 っていうバージョンが使えるんですよね。これがあの、一番、一番最新バージョンになっております。 で、まあ、あの、僕、チャット GPT あんまりまだ使いこなせていないんですけれども、まあ、あの、ちょっとね、チャット GPT にですね、あの、俺が喋るんじゃなくて、お前が面白い話してくれたらいいんじゃねえかって思ったわけですよ。で、笑えるエピソードを教えてって聞いたんです。そしたらチャット GPT の回答をお答えしますね。もちろんです。いかに笑いを誘うかもしれないエピソードを紹介します。もうここで一旦引いてんのね。線を一回引いてんですよ。読みます。 ある男がピアノのレッスンを始めました。彼は音楽が大好きで、特にクラシックピアノの演奏が大好きでした。数週間レッスンを続け、彼の腕前も上達し始めた頃、彼はレッスンで先生に、この部分が特に難しいんです。なぜなら左手と右手が同時に動くと、なぜか顔が勝手に動いてしまうんです。と悩みを相談しました。先生はその言葉を聞いて困惑し、それは初めて聞いたけど、次のレッスンで見てみましょう。と言いました。 次の週、彼はその顔が勝手に動く箇所を再現しました。それは驚くべき光景でした。彼が左手と右手を使ってピアノを弾くと、彼の顔はまるで自分の意志で動いているかのように大げさに左右に動きました。それを見た先生は驚きのあまり笑いが止まらなくなりました。男性は、これが僕の問題なんです。どうしたらいいでしょうと先生に尋ねました。先生は笑いを抑えて言いました。 これはまさに顔弾きですね。でも心配しないで、それぞれの指が自分の役割を理解し始めると、顔が勝手に動くことはなくなるでしょう。そして、それまでは、まあ、私たちにとっては楽しいエンターテインメントですね。その日から彼は顔弾きピアニストとしてスタジオで有名になりました。このエピソードは私たちが新しいことを学ぶ時に時々遭遇するユーモラスで予期せぬ困難を示しています。 笑いは困難を乗り越えるための素晴らしい道具であり、適切な視点を持つことで何事も楽しむことができます。どうよ <laughs> 何にも面白くないでしょ、これ。チャット GPT って所詮この程度みたいな。<laughs> なんかね、あのー、いや、チャット GPT 僕本当にね、偉く、痛くね、感動してるんです。 なんでかというとですね、本当に何か相談したら、マジで的確かつ、納得のできる言い回し、表現、そして内容で答えてくれるからなんですよね。ただ一つ、ただ一つね、もう笑いに関しては何もわかっていないっていう <laughs>。あの、面白いことが一切わからない、超絶真面目な牧年人っていうのかな。そんな感じですよね。ほん 本当にその笑いのセンスが1ミリもない人ってたまにいるじゃないですか。ギャグ言ってみてとか言って、お前それど、ギャグってなんだと思ってんのみたいな。昨日ご飯食べて納豆を食べたら口臭くなったんだよ。だからなんだよみたいなその感じ。それなんだよね、チャット GPT。本当にね、こいつの唯一の弱点はね、本当に面白くないっていう話なんだよね。ちょっともう一本さ、ちょっと別、別の、 えー、面白い話を聞かせて、ちょっとこれ送ってみましたね。なんて回答するんだろう、これ。あ、来ましたね、来ましたね。えー、ちょっと読みましょうか、これ。えー、ちょっと今ね、文章ね、あのー、パラ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 って今出てきてる最中ですね。えー、ちょっと読んでいきます。もちろんです。 ここで別のユーモラスなエピソードをお楽しみください。お、ちょっと、ちょっと期待上げてくれてんな。<laughs> 何これ。ある日、一人の男性が友人の家で夕食を食べることになりました。友人の家に着くと、そこには大きな犬が一匹いました。その犬はとても友好的で、男性が家に入ってくるなり、彼の足元で尾を振って喜びました。尻尾ね。尻尾。 男性も犬が大好きだったので、彼はすぐにその犬と仲良くなりました。夕食が始まり、男性は食事を楽しんでいました。その時、犬が彼の足元にやってきて、彼の膝を引っかき始めました。男性はそれが、お腹が空いてるサインだと理解し、テーブルからパンの一片を取り、犬に与えました。犬はとても喜んでパンを食べ、それからすぐに戻ってきて、また同じことをしました。 男性はまたパンの一かけら、一片を与え、これが夕食中に何度も繰り返されました。夕食が終わる頃、男性はその犬がどれだけ食べたのかを友人に尋ねました。彼はたくさん食べて大丈夫なんですかと。友人は驚いて彼を見て、あれそれは僕の犬じゃないよ。僕はどこから来たのかわからないけど、さっきからドアが開いていたから入ってきたんだと思う、と答えました。 これはあくまでフィクションの話ですが、我々が思い込みによって行動するとき、時々面白い結果を割ることがあるとどうですか今の話、どこが面白いのオチで、オチもう一回言うよ。夕食が終わる頃、男性はその犬がどれだけ食べたのかを友人に尋ねました。彼はたくさん食べて大丈夫なんですかと、友人は驚いて彼を見て、あれそれは僕の犬じゃないよ。 僕はどこから来たのかわからないけど、さっきからドアが開いていたから入ってきたんだと思う。と答えました。面白くないっしょ <laughs> もう、俺ほんとチャット GPT が俺漫才師になるって言ったらぶん殴ってやるもん、俺はジで。<laughs> 本当に面白いことをね。あ、じゃあ、ちょっと待って。一発ギャグ、やって。やってみて。ちょっとこれでやってみようか。だからこれ、 センテンス。長い文章にしちゃってるからなんじゃないかっていうね。来た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 。来ましたよ来ましたよ。えー、っと、<laughs> 行いきます読みますよ。えー、一発ギャグやってみて回答です。チャット GPT。もちろんです。いかに一発ギャグを紹介します。なぜ海が塩辛いと思いますかそれは、海の水がサーモン、かっこ塩漬けになるからです。 え、解説が入っております。このギャグは、サーモンが塩漬けを指す英語の s ルテ t e d に響きが似ていることを利用した遊びです。ユーモラスで楽しい <laughs>。俺はね、ユーモラスって何なのか分かってないと思うんだよ。だから俺ユーモラスって何って聞いてみるね、これね。ユーモラスって、ちゃんと分かってるの <laughs> ちゃんと意味分かってるって。 ちょっと聞いてみますよ。ユーモラスってちゃんと意味わかってるっていうことですね。チャット GPT。あ、来ました来ました。はい、帰ってきましたよ。回答です。チャット GPT。えー、はい。ユーモラスとは、楽しみ、面白さ、あるいは、ユーモラー。<laughs> ユーモラーって表現あんのこれ。ある種の喜劇的な要素を含んだ、えー、またはそれらを引き起こすといった意味を持つ形容詞です。 ユーモラスな人、状況、話などは人々を楽しませたり、笑わせたりする傾向があります。こいつ、何にもわかってないでしょ <laughs> やばいね。チャット GPT がもう絶対に勝てない分野。AI がどんなに進化しても絶対に勝てない分野はこういうとこだと思います。ということで僕はまだまだ現役で頑張っていける。 ね、僕は、あの、売れていない劇団ね、役者ですけれども、おそらく AI には勝てる。<laughs> そう思いました。<laughs> <laughs> 以上でございます。えー、最後までお使いいただきありがとうございます。えー、普段ですね、大場のシネマレビューという大場の YouTube チャンネルですね、えー、持っておりまして、そちらではですね、劇場公開された映画をですね、ネタバレ全開で感想を語っていくという動画を公開しておりますので、ぜひそちら、YouTube ですね、大場のシネマレビューをご覧になってください。またあの、チャ,チャット GPT じゃねえや、えっ、ー、と、大場のですね、シネマトークという、えー、ポッドキャストも配信しております。こちらはですね、劇場公開された映画ではなくて、 えー、配信限定だったりとかね。あと、旧作映画、えー、とかですね。 えまたですね、映画にまつわるお話を、えー、広いジャンルでお話ししていきますので、ぜひこちら、大場のシネマトークも、ポッドキャストをお聞きになってください。えー、またですね、大場の YouTube チャンネルですね、えー、大場のチャンネルというものも、公開しております。こちらでは僕の楽しいことをですね、えー、面白いこと、楽しいことを皆さんにシェアしていこうというものでございます。そして、えー、大場のポッドキャストではですね、こういうふうなくだらない話とかを、もう、もりもりとお話ししておりますので、えー、ぜひお聞きになってみてください。えー、どうもありがとうございます。また次回お会いしましょう。 Show. Bye-bye.